はい、続きやっていきたいと思います。よし。なんだ、幽霊が。さっきはこっから来たんですよね。ん？なんかある。あ、これは開けてない。オッケー。よし。あ、こっから来たんでしたね。本当になんか記憶が曖昧だな。よし、じゃあ降りるか。早速回復が。ありがたい。なんかくちゃって音しましたけど、やっぱりキーパーでしょうかね。明かりを消して。あ、なんかいる。あの光は何？明るくて見えない。おっと、危ないですね。こういうなんか不意打ち得意ですよね。ここ開かない。あれはなんだ？何しようとしている？後ろからちょっとやっちゃいましょう。おっと！そういうことだったのか。気づきませんでしたね。おっと！マジか。やばい。ちょっとやばすぎじゃないですか、これ。なるほど、開かなかったのは、そういうことだったのか。いや、ほんと、鬼畜ですね。信じられない。こういう風なことしてくるのね。ただでも回復は自利品だっての、おっと！もう許さない。いやー、本当にね、してやられましたよ、制作者さんにね。もうすべて行動を見切られていたみたいにね。あいつの対処法は銃で撃っちゃえばそれで済む話ですよね。まずここの罠を解除して、で、そうやって、その、こいつを撃つと、こっからすぐ出てくるはずなんですよ。なので、中間あたりから撃った方がいいですよね。よし。来た。どうだ、参ったか。で、これ解除できるはずなんですよね。解除するのはちょっと厳しそうでしたね。まあなんとかいけそうですけど、まあでも普通に爆発させた方がかなり有効な手なんじゃないでしょうかね。ほんと危ないな。へえ、ここは開くんだ。でも何もないね。あれ？進むぞ。おお、ありがたい。なんだこの飴とムチは。そのね、敵がその予想だにしない方向来て、でそれで苦しませといて、でそれでこういうご褒美を用意するというね。なんだ、悪くないぞ。このご褒美は悪くない。まあちょっと許してあげようかなっていう気にはなりますね。こんなところに地図が。よし、これでいいんじゃないのか。なんだ、この先に何かありそう。
回っていくんでしょうね、これきっと。よし。薬品？薬がいっぱいありますね。おっと。お、結構パーツ集まりましたね。これでもうだいぶ作れますね。近々バトルがありそう。ジョセフ。いや、そうとも限らないよ。銃撃つ敵だっていっぱいいるからね。なんだ、ネズミか。きっとネズミがその銃を持って撃っちゃったんでしょうね。まあ、そんなことあるはずないと。ん？荷物用エレベーターですね。よし。これ何？パンでしょうかね。それとなんか腐ったなんかですね。判別もできない。ネズミ倒してもジェルだけかな。うわ、この缶が厄介ですね。音を立てる。なんだ？敵に追われてるのかな？キーパーに追われてますね。そしてルブク。なんだ？たく、今度はなんだ？うわー、やばい。そうやってね、その一緒にさせないようにね、されてますね、完全に。ルビクに。くそ、またわあれだ、遠ざけられた。なんだ、やばい。なんだこれ。おっと、おお、おこれで、なるほど。おっと、あつ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 、危ない。お、これはやばい、やばい。わけがわからないぞ。なんだなんだ。おっと、来てる来てる。こいつ解除しても意味ないよね。大船、やばい、来てる来てる。これ仕方ないぞ。おっと、やばいやばい。いたたたたたた。この針はどうにかならないね。これはきつすぎる。絶対あのなんかノコギリ刃みたいの打ってどうにかなるレベルじゃないですよね。どうすればいいんだ。あれ、こんなとこに。ほんといやらしいところに隠してらっしゃる。こういくとこれがあるから、オッケー、今のうち。よし、こっからはいけないからこっち行くしかないんですよね。来てる来てる。危ない。
で、これを解除すると。来てる、来てる。よし。この死体のおかげで跳ね返るんですね。こっからは、どうやって行くんだ？行けなさそうだけど。行けないですよね。どうやって行くんだろう。こうやって来てる。痛い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 。足が削られる。痛い痛い痛い。う、頭出し中。どうしたらいいんでしょうかね。よし、なんとかさっきのところまで来ました。こっからこう進んで、ここまではいいんですよ。こっから先ですよね。こうやって急がせないために、なんかこういう風に工夫をしてると。危ない、すごい危ないぞ。あー、なるほど、こっから上がれんのか。上がれますよね。あれ、上がれない、上がれないみたい。あ、渡れる。オッケー、今のうち。よし、渡れた、渡れましたよ。 OK、 もうないよね、何も。よし、あとはこれを解除して、OK、 他には何もないと。よーし、ようやくこれでジョセフの元へ向かえるぞ。今待ってるよ。あんたの相手は俺だ。またお前か。またお前か。おっと、まあ意外に早いんですよねこいつ。いた、だだだだ、なんて野郎だ。ご苦労さん。暗い。たたたたた。やっぱり食らいますね。何かフリーズでもないとちょっと厳しそうですね。こうやって凍らせといて。どこ行った？いた。やっぱり絡まる。何かないのか。こうやってやだらすといて、ほら、よし、死んだ。金庫はないはず。あれ、まだあんのか金庫。ちょっと俺もこのエレベーター使いたいんですけど。おー、すごい。今度はこのチェーンソーみたいなやつ。これは厳しい。おっと、ほら、オッケー。これで苦しんでろ。うわ、やばい、やばいぞ。 HP がない。ハメ技を食らわされた。
し、抜け出せましたね。あと一つあるのか。そこら辺に仕掛けておいて、よし、どうだ、もうないぞ何も。 OK 開きましたね。やばい、早く早く、ジェルなんて拾ってる場合じゃない。もしかして止まった？くそ。お、動き始めましたね。これからなんか当分追跡者はキーパーになりそうですね。ジョセフも同じところに出たはず。ってことは近いのかな。キッドを探さないとな。いや、キッドじゃなくてジョセフでしょ。まずは一番近い人からね、合流しないと。あれ？あれ、キッドとレスリー。キッドは無事か？レスリーに一体何があるんだ？そりゃなんかシンクロ、ルビックとのシンクロを何かするやつがあるんだろうね。よくわからないけど。よし、今のうちにちょっと作っておきましょう。この世界もあれですよね、きっとその操作されてるんでしょうね、ルビクに。今見てる景色は多分本物じゃない。レスリーはお家帰れる？電車に乗ったらレスリー帰れる？いいえ、今日は帰れないわ。僕を守ってくれる？もちろん、それが任務よ。よかった、帰ったらきっとみんなびっくり。やめろ。あなたは分かってない。彼が何になるのか分かってる。この目で見た。ルビクの目的を分かってない。なら教えろ、奴の目的は。レスリーよ。彼を理科の実験に使うのか。冗談はやめて。大事な任務よ。彼にこの子は渡せない。レスリーだけが唯一。撃つな。ダメだ。
チャプター13クリア。これでだんだん分かってきましたね。レスリーがルビクになると、まあ同化するってことなんでしょうかね。だからレスリーを倒さないとこの世界からは出られないということみたいですね。はい、ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。